観光立国を目指す北海道に世界中から観光を担当する大臣が集まる G20 観光大臣会合。新千歳空港ではシンガポールの観光局長官の歓迎セレモニーが開かれました。午前中には G20 観光大臣会合に参加するドイツやインドなどの代表団合わせて9人が黒松内町の観光地を視察しました。牧場で牛舎内の餌を寄せる最新のロボットを見学した後、町内の加工施設で特産のウインナーやベーコンを試食しました。こちら大臣会合の会場近くの道路なんですが、警察官が数十メートルおきに並んでいまして、物々しい雰囲気です。午後からは高級実務者会合が始まりました。会議のテーマは SDGs に対する観光の貢献などで、 G20 の閣僚会議で観光の分野の会議はこれが初めてです。27の国と地域、国際機関などから代表団が参加していて、日本側からは明日、赤羽国交大臣が出席します。会議の会場となった倶知安町は、パウダースノーの魅力から世界的な観光地に発展しつつあります。急激に開発が進み、会議のテーマとなっている持続可能な観光と無縁ではありません。ずっとは続かないとは思いますけれどもね。ゴーストタウンになってしまうんじゃないですか。資産価値が上がると固定資産税もやっぱり当然付加されてくる。世界中に北海道を PR し、観光の今後を考える機会となるのか。大臣会合はどんな答えを出すのでしょうか。